今日はカルボナーラはね、生クリームを使わないカルボナーラです。まず卵ね、これ2人前で3個ぐらい、あとニンニクと、これは自家製のパンチェッタ。これ作り方動画も上げてるのでよかったら見てください。いろんなチーズいいんですけど、ペコリーノロマーノとかちょっと塩気のあるチーズ使うことが多いですね。これはグラナパダーノ、柔らかめなパルミジャーノに近い、でもうちょっと柔らかい感じのチーズになります。あと肝心なのはこの胡椒なんですよね。これを粗挽きにします。なんでそのダイヤルちょっと調整して緩めで、じゃあ作っていきます。まずはニンニクから。まあこれいつものね、やり方ですよね。よいしょ。はい、はい、次ね、パンチェッタ切ります。これだいたい作り始めて2週間ぐらいかな。あのハーブソルトをねまぶして冷蔵庫に置いときゃできちゃうんですよ。乾燥させることがポイントなんですね。で、水分をしっかりこう抜いてあるので、まあ、腐敗しないですね。よし、はい、これをね、先ほどのガーリックオイルに入れちゃいます。で、少し温めます。弱火でじっくり火を通します。このパンチェッタの脂身がとても美味しくて、それをこう溶かし出していくような、そういう感じなんですよ。ニンニク小麦粉でやったらね、取っちゃうんですね。カリカリになるまで。次ね、チーズすりますね。やっぱりこうすりおろしたばっかりの方がいいですけど、まあ面倒くさかったら大量にすっといて冷凍しといても使えます。さあ、ゆで汁にお塩入れます。2人前でこのぐらい。塩分濃度はだいたい 1.5% ぐらいなんですけど、そうだね、味で言うとお吸い物みたいな感じの塩分ですね。だから普通皆さんは使う塩の量は少ないです。だいたいほとんどの人が。次パスタね。今日はリチェコのちょっと珍しいブカティーニピッコリ、ね、8分茹でですね。アルデンテは6分って書いてある。ひねってこれです。もうこれから弱火ですね。1個は全卵です。あと残り2個あるんですけど、これはね、卵黄だけなんです。まあ、これは人によって違いますので、まあ、僕はこれが一番濃厚でいいかなと思ってます。正解はあれ、かなり多いです。かなりです。黒胡椒ね。相当入れます。あのカルボナーラって、まあ、ほとんど炭焼き職人風っていうじゃないですか。カルボナーラのカルボンっていうのが、まあ、炭ですよね。炭のイメージなんですよ。さらにここにですね、さっきの炒めたパンチェスタをね、これですね。でこの時あんまり温度高いと卵が炒り卵になっちゃうんで、これをさらにまた混ぜるんです。卵とチーズとパンチェッタをよく混ぜ合わせておくと、ここにパスタを混ぜればもう完成です。でこれをここに入れちゃう。で混ぜるんですよ。ひたすら混ぜる混ぜる。で少し、まあこれでね、もうちょっと水分吸っちゃうんで、もっとコテコテになっちゃうんですよ。冷めていく間に麺のスープを吸収しちゃうんです。それでこう美味しくなるんだね。例によってお玉でやってくると、まあ、
そのまま移動して、チーズの嵐ね。生クリームを使わないカルボナーラっていうのは。黒コショウをね、たっぷりかけて。はい。では今作ったカルボナーラ食べていきますね。その前にちょっとワインいっぱい。うん。いやー、久々に作ったなぁ。食べた感じは、すごく濃厚なんですよね。もちもちした感じ。で、このカリッとしたパンチェッタがね、いいアクセントなんですね。だから、黒胡椒も、口の中でこう、存在感がある。こういう濃厚系が好きですね。一回トスカーナの、ね、山奥で、食べたカルボナーラなんてもう持ち上がっちゃうぐらいですね。全部まとめてこうやってぐさっと刺すとそのままこう持ち上がっちゃう感じです。うん、最高。めちゃくちゃうまい。これからもどんどん動画アップしますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、今日はこの辺で。チャオチャオ。